貴様のデビュー戦の対戦相手が決まったぞ。西川ジムの小田祐介じゃ。何、小田祐介だぞ。知ってるんですか高村さん。知らん。何なんだ小田。誰だ小田って。詳しいことはわしも知らん。知らねえならもったいつけんじゃねえよアホ。小田祐介21歳、戦績は5戦して3勝2敗、8星は全て KO です。例外なく早い回に右ストレートで倒しているから、この右は要注意ですね。デビュー戦か。ヒュー一分デビュー戦かよこのお前が。痛いですよ奥さん。聞いたぜ、相手小田なんだってな。知ってるんですか。うん、俺と同じジュニアライトだ。まだ4回戦だったのか。ジュニアライトって、それじゃ僕の一つ上の階級じゃないですか。そこじゃうだつが上がれねえもんで、フェザーで出世しようって腹よ。ま、4回戦でそんな戦績のやつなんざ目じゃねえよ。楽勝だぜ。そんな、プレッシャーかかっちゃいますよ。でも、すでにプロで5戦してる人なんだ。絶対に気を抜けないぞ。小田の野郎はどこ行った。小田ならロードワークに行きましたよ。何？そいつは関心じゃねえか。かれこれもう3時間は経ちますけど。この野郎またどっかで油売ってやがんな。その警官がよ、誰だと思う？ユージの野郎よ。覚えてんだろ高校の時の。あいつが警官だぜ。笑っちまうだろったくよ。で俺は言ってやったんだよ。ユースケ、もうジムに帰った方が。あ、なんで。だって試合近いんでしょ。こんなところで私と会ってたらコンディションに響かないかしら。俺がこれ式でコンディション乱すわけねえだろ。でも今度はフェザー級で戦うんでしょ。ウエイトコントロールとか。一階級ぐらい少し汗流したら軽くパスよ。心配すんなって。それとも何か俺が負けるとでも思ってるのか。そんなことないよ。でも絶対に勝つって言ってんだろ。そうだったね、絶対に勝つよね。当然。お父さん。てめえ小田、こんなとこで何やってんだ。今そっち行くからな、逃げんなよ。あちゃ、三上さん怒鳴り込んでくるつもりだ。ロードワークはどうした。ロードワークは、せっかく会長がフェザー級で新規一点やり直すチャンスくれたのに、肝心の貴様がこのアリ様が。お父さん大きな声出さないでよ。レイコ、おめえもおめえだ。こんなやつとこそこそ会いやがって。こそこそはないでしょう。ロードワークだってちゃんとやりましたよ。レイコとだってそこで偶然会ってまだ10分も話してないっすよ。この野郎抜け抜けと。まだ怒ってんすか、この間の試合のこと。言っときますけどね、俺は試合には負けたけど、勝負に負けたとはこれっぽっちも思っちゃいませんよ。あの野郎、ちょこまか動いて判定に逃げ込みやがって。打ち合いになりゃ誰が相手だろうと、華麗に KO で決める自信があるんだ。右で。能書きはそれだけか。何が華麗に KO だ。貴様が負けた理由なんぞ分かりきってんだ。スタミナだ、スタミナだ、スタミナだ。実力だったら絶対に勝てる相手だったのに。走り込んでねえから3ラウンド目からヘロヘロになりやがって。おめえに俺の悔しさが少しでもわかるか。え、俺だって悔しいっすよ。この右が一発でも当たってりゃ勝ってたのに。その右に騙されたわ。一発 KO でデビュー戦を飾った時の右ストレートには正直しびれた。日本タイトルどころか世界だって夢じゃねえと思っちまった。ところがてめえと来たらうぬぼろちまってブンブン振り回すだけの脳なしボクサーになっちまいやくん。てめえは KO 以外負けと認めねえらしいが、次の試合で初めてその屈辱を味わうだろうぜ。勘弁してくださいよ。相手はデビュー戦のひよっこだろ。しかも下の階級の。噂によりゃプロテストでド派手な KO 劇を見せたって評判の玉よ。階級差なんぞ国もしねえパンチを持ってるだろうよ。いい機会だ、てめえのその腐った性根ごと。
叩き直してもらうんだな。それからこの試合に負けたら次はねえと思えよ。ジムの方でもこれ以上おめえのようなボンクラに試合を組む気はねえとよ。俺だって愛想尽きてんだ。それからもう一つ、俺はてめえのようなチャランポラにこいつを預ける気はねえ。今度根性見せねえようならすっぱり縁切らすからな。行くぞ。どうした。まだまだ、お願いします。もういっちゃう。もういっちゃう。まったくあいつの練習好きには頭が下がるぜ。俺だったら織田って聞いた瞬間手抜くけど。まだまだ。もういっちゃう。デビュー戦の景気づけにご馳走してやるんだ。サービスしろよ。えいえい。だからよ、そんなに心配いらねって。どうした。いや、こいつはあんまり心配性だからよ。とにかく根性なしで有名なんだからよ、織田裕介ってやろうは。それでも一階級上の人ですから、一発もらっちゃうと相当効くだろうし。単発の右なんざいくら振り回しても当たりゃしねえよ。どうせ3ラウンド目に入りゃガス欠でヘロヘロのパーだ。えいお待ち。自分じゃ KO アーティストとか言ってるらしいぜ。どんなピエロだよ。4回戦で3勝2敗のくせに俺の右は世界を狙えるってほざいとるとよ。勘違いもそこまでいくと哀れだよな。でもそんなに心配なら俺が占ってやるぜ。うおー、出た。あ、当たるんですか。ああ、どんな細工してんだか知らねえが、今まで外したことはねえ。おお、喜べ、最高のカードだぜ。お前の勝負運は大吉と出た。え、本当ですか。何がおかしいんだ。あ、おお、待ってたのか。練習もう終わりなの。みんなはまだやってるみたいだけど。なあに、あれは才能のねえ分努力で補おうって涙ぐましい連中なのさ。その点俺みたいな天才は。何の真似だよ、レコ。お父さんの言う通り、あなた本当にボンクラなの。てめえ。いつも口だけ。私も信じられなくなっちゃうよ。何わけのわかんねえこと言ってんだよ。別れる。本当は前から考えてたの。今度の試合ユウスケが負けたら、そしたら別れようって。だってもうユウスケの何を信じていいのかわからないもの。もうついてけない。バカ、だから勝つって言ってんだろ。今度の試合見りゃ分かるって。今度の試合、さっき偶然相手の人たちがあなたのこと話してるの聞いちゃったの。なんて言われてるか知ってる。ピエロだって、哀れだって。なに、ユウスケどうしちゃったの。昔はこうじゃなかった。誰よりも遅くまで練習してて、昔からちょっといい加減なところはあったけど、ボクシングの話をするときは怖いぐらいで真剣だった。私
そんなユウスケが好きだった。もう一度あの頃のユウスケが見たいよ。おい、その腐った少年を叩き直してもらうんだな。ピエロだって哀れだって。ふざけやがって。さっきの占いの時なんで大笑いしてたんですか。せっかく最高のカードが出たのに。確かに青木の占いは的中率 100% なんだがな、必ず出たカードの反対の結果になるんだよ。バカ野郎、上がるな。もっと前に出ろ。前、そこで上下。え、なんだてめえ、練習上がったんだろう。さっさと蹴っちまえよ。なんだなんだ、やろってのか。三上さん。なんだ。幕の内一歩の顔面にこの右をぶち込む方法を教えてくれ。な、何？あんたがしびれたって言ってくれたこの右ストレート、こいつを生かすにはどうしたらいいんだ。右ばっかに頼ってるうちは何を言っても無駄よ。強い選手ってのは左の使い方が。それだ、もっと言ってくれ。左をどう使えばいいんだ。なんなら倒せなくてもいいんだぜ。とにかく勝ちに行く方法。今更何言いやがる。おめえあれほど KO 勝ちにこだわってたじゃねえか。今だってその考えは間違っちゃいねえと思ってるさ。だけど今度ばかしは事情が変わっちまったんだ。たった1ポイントの判定差でもいい。何が何でも勝ちてんだよ俺は。ま、俺はおめえのトレーナーだからな。おめえがやるっつうなら明日から付き合ってやるけどよ。いや、今からだ。今からってお前。早速それを教えてくれよ。さっき左がどうとかって言ってたよな。ちょっと待てよ、おい。練習熱心なのは結構なことだけどよ。最近お前オーバーワークなんじゃねえか。いや、疲れないんですよ。試合が楽しみで。実を言うとちょっと不安もあって、練習してると安心するんです。なんだかみんな見透かされちゃってるな。まあ、おめえみてえな小物の心境は俺様にはわからねえけどよ。それで体壊したら元も子もねえぞ。はい、でも僕にはこれしかないですから。死んだら走ってんじゃねえ。ダッシュだ、ダッシュ。どこ行ってたの。バカモン、織田のロードワークよ。おめえに必要なものはスタミナだって言ったら付き合わされる羽目になっちまって。ユウスケが言い出したの。どうせ3日坊主だと思ったが今日で1週間だぜ。そういやおめえら最近会ってねえそうだな。うん、試合までは会わないってユウスケの方から。そうか、あいつから言い出したのか。もともと才能はある。今度の試合錆びついてたあいつの右が蘇るかもしれん。このガード上げか。織田の右ストレートもらっちまうぞ。強引でも懐に飛び込み、ボディに連打を叩き込むんじゃ。よし、そのボディから顔面へのコンビネーションじゃ。はい、いいボディーブローだったぜ。6回戦の俺相手にあれだけ攻め込めりゃ上出来よ。ありがとうございました。おい、何やってる。さっさとこっか。はい。
124ポンド。幕内選手、計量 OK です。次、小田選手どうぞ。124ポンド2分の1。小田選手、同じくフェザー級リミット OK です。こんな締まった体で臨むのは初めてだな、おい。いけるぜ。何ビビっとる。さっさと挨拶してこい。相手はこの世界じゃ先輩じゃぞ。はい。初めまして。幕内一歩です。よろしくお願いします。ピエロかどうか見せてやるぜ。会長、あの人本当に根性なしなんですか？話と全然違いますよ。確かにあれは根性なしに作れる体じゃないわい。じゃあ試合は明日の夕方からだよ。それまでゆっくり体を休めるんじゃぞ。はい。デビュー戦か。いよいよ来たんだな、この日が。だったらこれくらいはやってみな。そうだな。最低でも10枚掴んでみせろ。第1試合、幕内選手、時間です。はい。
で来て緊張してどうするんだ。試合に集中するんだ。ただいま第1試合フェザー級4回戦を行います。傷口から溢れる血、その血を魔法のように止めるセコンドの技術。でもその魔法もだんだんと溶けていく。このままだと僕の負けになる。嫌だ。デビュー戦なのに、この日のために頑張ってきたのに、こんな形で終わるなんて納得できないよ。次回、勝利への執念。